才能を開花し、チャンスを引き寄せるダヴィンチ思考ラジオ。ダヴィンチ思考ラジオ、本日は21回目の放送です。ラジオパーソナリティは桜川ダヴィンチ、三好美香、奥山由美子の3人でお届けしております。今回お越しいただくゲストの方は、本質原理原則を伝道する業界随一のコンサルタント、榎木千尋さんです。千尋さん、よろしくお願いします。はーい、榎木千尋です。よろしくお願いいたします。お願いします。ですね、千尋さんには私が日頃からお世話になっておりまして、顧客満足度を爆上げするオンラインサロンに参加させていただいております。もういつもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、そしてここはですね、もともとどのようなきっかけで立ち上げられたのか教えていただけますか。はい、ありがとうございます。まあ、今由美子さんが言っていただいたこのオンラインサロンというものなんですけども、まあ、場所はFacebook の機能を使った Facebook グループの中でやってるんですけれども、まあ、これを今言っていただいた通りの顧客満足度を爆上げするオンラインサロンっていう名前をすごい大々的につけてるんですけれども、はい、何かといったら、僕自身が実は企業塾をずっとやってきてまして、でそれを2年半ずっとやってきている中で、まあ、その業界全体というか周りを見渡してちょっと思ったことがあったんですよね。でそれが何かといったら、僕がその2年半やってたのがまさにコロナになってから立ち上げた企業塾なんですけども、その頃には、まあ、コロナ前からずっとやってきた企業塾っていうのもいくつか有名なところもあり、っていう中で、じゃあ、コロナになってからその企業塾とか、まあ、そういったことを学ぶ講座っていうのがうわーっと増えたんですよね。はい、でなぜならば、コロナによってちょっとその収入が減ってしまって、なんか副業で収入増やしたいなとか、もしくは本業がなくなっちゃって、で、代わりのお仕事がもう自宅にいながら、コロナに怯えずに自宅にいながらできるお仕事ないかとか、もしくはこれまで教室の運営をされていた方が、生徒さんが来れないってなっちゃって、もうリアルでこの教室ビジネスというのができないからどうしようとか、なんかそういう困った人たちがいっぱいわーって増えたから、その受け皿をじゃあ講座やるぜみたいな人たちがブワーって増えたんですけど、いきなり増えたっていう中で、まあなんていうんですかね、講座に入ってみたもののなんか満足できないんですっていう、その受講生側のそういう人たちもやっぱ増えたなっていうのが、もう見ててなんかそういうのが業界全体でありまして、で僕自身がコロナの5年前から、まあ、そういった自分で講座開きたいなと思って、いろんな講座を自分自身がはしごして、でこういうふうにやっていくのかっていうのをずっと学んでったわけなんですけれども、でもコロナになってから学び始めるぞってなった人って、もうなんかその主力混合のこの中で、もう皆さんが、まあ言い方悪いんですけど、ちょっと被害者みたいになっちゃってて、お金は払うんだけどなんかうまくなんていうか自分の成果が出せないですみたいな人がいっぱい増えちゃってて、でそんな中で、まあ、僕は企業塾っていうのを自分が立ち上げた、そもそもなんですね、そのオンラインサロンの前のその企業塾を立ち上げた時に、そういった迷子になってる人たちを救いたいなっていうところで企業塾っていうのをまず立ち上げたんですけど、それ2年半やっていく中で、まあ周りもコロナもどんどん変わってきて、で企業塾自体が、まあ、ある意味その成長してきて、まあ、どの企業塾行ってもいいことを教えてもらえるようになったんですよね。だからコロナの初めの頃って、なんかあの企業塾行ったけど何も教えてくれないんですみたいな、そういう悩みも聞いたんですけど、なんかそれから2年経つと、なんか教えてもらったことはいいことを教えてもらえてるんだけど、でもそれを活かせないんですよねとか、
学んだけど、そしてそこからどうしたらいいのか分かんないんですみたいな。なんか皆さん手にはいいものを持ってるんですよ、いい武器を持ってるというか、知識はあるんだけどそれが活かせない、それを目の前のお客様に対してきちんと正しく扱うことができてないっていう方が今度増えてるなっていうのが、この2年半でそのなんか動きというか、周りを見ててそういう風になった時に、あれこれってそのやり方を教える企業塾はどんどん増えてるけど、じゃあその手に持った武器を正しく扱う方法、目の前のお客様に対してきちんと向き合ってちゃんと心と心を通じ合ってコミュニケーションを取っていくっていう、そっちを教えるってないなって思ったんですよね。でないんだったらちょっと立ち上げるしかないなと思って、まあ、2年半やってきた企業塾を畳んで、もう全部リニューアルオープンしようっていうことで、このオンラインサロンを立ち上げるっていうふうになりました。ちょっと説明長くなっちゃいましたね。いえいえ、めちゃめちゃ分かりやすかったと思います、はい、皆さんね。そうなんです。ありがとうございます。いえいえ、本当にスキルはあっちこっちでねこう取ってきたけど、でって、うん、でってなるとかやっぱりね、そう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 、でっていう、そう、なんかみんな両手にいっぱい抱えてるんですよ、やれることって。そうそうそう、いっぱい抱えながらあのキョトンってした顔で、で私どうしたらいいんですかみたいな、うん、そういう人が、ね、そういう迷子さん、ね、そうなんですよ。もうこれってそので目の前にお客様がいらっしゃるけど、うん、じゃあこの両手に抱えたものをどうやってどの順番でどうやってやってったらいいのか、もう抱えすぎちゃって分かんないとか、そういう方がやっぱ増えてる気がするんですよね。確かに、だから本当に思い切られましたよね。いやー、そう、その瞬間すべて由美子さんは全部近い一番近い場所で、はい、見ていただきました。見てこられました。そうなんですよ、ね、もうそういう風にしようと思うんですっていう、セミナージプシーっていう言葉がありますけども、まあ、企業塾ジプシーみたいな人がすごい増えてしまったっていうことで、はい、そういう人たちを落とされたっていうことで、今お聞きして、はい、あ、なるほど、そういうきっかけだったのかなと思ったんですけども、今回のサロンの名前ですけども、アイズという名前が付けられてるかなと思って、はい、最初見た時に、あ、はい、変わってる名前だなっていう風に思ったんですけども、こちらには何か特別な意味があるんでしょうか。はい、ありがとうございます。いい質問ありがとうございます。まずですね、このアイズっていうのがちょっと特殊な読みにくい名前にしちゃってるんですよね。うん、最初にハイフンつけて、その後に IZE ってついてて、もう何のことやら、ね、だからこれ読めない方が多いので、もうカッコしてアイズって常に伝えるようにしてるんですけど、これって英語の中学校の英語とかでも、なんか単語の後ろになんとかなんとか IZE ってつけると意味が変わるよねみたいな、リアルが合図をつけるとリアライズになるよねとかっていう、この単語が変わる時のその後ろにつける3文字がこの IZE だったりするんですよね、はい、でこれって何って言ったら、例えばリアルっていうのはその、まあ、現実とかってその名詞なんですけど、でもその後ろに合図をつけることによって、それがその行動になるっていう、行うことになるみたいな、目覚めるとか実行するみたいなっていう風に、この IZE をつけるとなんか実行形になるんですよね、この英単語で言うと、のルールで言うと、はい、ってことは皆さんが両手に抱えているものって、それってこういうものもできますよ、こういうものもできますよっていう、その、まあ、名詞みたいなものがいっぱいあるんですけども、できることできる、例えば、免許はこの免許を持ってますとか、これを合格しましたとかっていうのはあるんですけど、それが活かせてない、実行できてないので、それをぜひ実行しませんかっていう時に、後ろに IZE をつけるとなんとかなんとか合図にすると、それが実行形になるよねっていうことで、皆さんのその思い、いろんな思いを持ってるけど、思いって持ってるだけだったら何にも影響を与えられないものなんですけど、それを実行形式にしませんかっていう
もうそろそろ動いてみませんかっていうことで、後ろに合図をつけませんかっていうことで、ハイフン合図 IZE っていう、このハイフンがあなたの持ってるものにガッチャンコしませんかっていう意味でこの名前をつけてるんですよね。はい、というこだわりを ありがとうございます。ちょうど今話をお聞きしてて、あの思考は現実化するっていう本が、あの有名な本ありますけど、はい、ちょうどその現実化するっていうのがすごい大事なポイントなんですけど、なかなかそれができずに、もう思考の頭の中でどうしようっていうので止まってしまうっていうのを、そこをこう動かしていくっていう、はい、いう意味で合図っていうことなんですね。そうなんですよ、はい、ですから、あのよくその企業塾に行って、いやダメだって言って次の企業塾に行く方って、なんで違う企業塾行くんですかって聞いた時に、いや私はまだ学び足りてないからですとか、私はまだ知識が十分じゃないからですって、いや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 、もう持ってますよって、あなたの手には十分な知識ありますよ、もしくはあなたがこれまで生きてきた自分の生き様ですよね、その生き様っていうのがすでにもう誰かの役に立てるんですよっていうことに気づいてくださいよねっていう思いをここに乗せてます。もう学びは十分だと、もう学んでますよっていう、あとはそれをもう実行するだけなんだよっていう、じゃあ実行するやり方が分かんない人はうちのサロンでそれについて一緒にちょっと楽しみながら学んでみませんかっていうのがうちの、まあ、サロンの目的ですよね、はい、なんかすごい困ってる人たくさんいると思うので、一歩を踏み出すにはどうすればいいかっていうので、すごく需要がありそうだなっていうふうに、はい、聞いて思いました。ありがとうございます。実際にちょっとあの気になる方はぜひオンラインサロンに入っていただけたら嬉しく思うんです。今ね、由美子さんも実際入っていただけて、でそこで、まあ、あの定期的に勉強会っていうのを開催してるんですけれども、これがまたですね、あの解禁症、はい、もう花丸を、はいはい、毎回参加していただけて本当に嬉しい限りです。ありがとうございます。いやいや、もう毎回ね、目から鱗がポロポロ落ちるんですよねポロ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 、うん、もう深いです。いや嬉しい、ありがたいです。もうそうやってね、もう言っていただけることがもう原動力になるので、はい、もうそれをもうその皆さんの参加者のもう笑顔とか感想とか、うん、やっぱそういったところがもう聞けるからこそ、まあ、僕はずっと続けてこれてるし、まあ、今後もこのオンラインサロンっていうところを結構力入れてやっていきたいなとは思っておりますので、はい、ね、ぜひ聞いていらっしゃる、ね、皆さんも会津に入っていただけたらね、うん、一緒に学べるなと思います。そうですね、もうぜひともちょっとピンときた方は、はい、もう飛び込んでいただけたら、最初の一歩をこう動くっていうところですよね、うん、もうそこがもう最初の合図になるので、うん、はい、まずは動いてみるっていうところ、はい、はい、ありがとう、はい、ありがとうございます。ダヴィンチ思考ラジオは才能を開花しチャンスを引き寄せるをテーマに放送しています。テレビ CM のナレーションも1000本以上こなされてるんですよね。はい、そうです、そうです、やらせてもらってます。あのウェブサイトに上がってる動画を実は全部聞かせていただいたんですけども、お、はい、ありがとうございます。もうまさに、あ、これ CM のあの声だっていうふうにすごい思いますありがとうございます。なんですかね、この声は、ナレーションの声ってすごい独特なイントネーションとか作り込みが感じるんですけど、うん、はい、これってなんかどういうふうに訓練されてるんですか。これですね、もう僕は本当に師匠、いい師匠に出会えたんですよ。で、まあ、僕はその地方、福井という、もう地方のところでのそのお仕事って、都会と比べると、その、一人がどれだけマルチにいろんなお仕事ができるかっていうのが、すごくその地方では重宝がられるんですね。でも、うん、東京とか、その都会になると、それぞれが専門分野が一人一人細かくそれぞれのプロっていうのがやってくっていうのが、まあ、都会だとそういう風になっちゃうと思うんですけど、地方だったんで僕の、そのお師匠にあたる方がそれこそマルチにいろいろやってたんですよ。
もうあのイベントの運営もやってて、イベントの司会回しもしてて、で CM のナレーションもやっててっていう、で、まあ、自分が、自分でも劇団を作ってたんですけども、でもそれ以外の劇団で、まあ、僕は普通に自分が舞台に立ってこう演じるっていう、その舞台劇団を自分でやってたんですけど、人形浄瑠璃っていう、その自分が黒子になって、で人形をこう扱うっていう、そういうあの劇団があったんですけど、その劇団に、まあ、僕は参加した時に、そこのその劇団のその先輩さんがいらっしゃって、その方が、まあ、いわゆるその僕の師匠にあたる方なんですけども、が、まあ、普段何やってんのとかって言って、いやもうお芝居だけでちょっとやっていきたくてみたいな話をやってた時に、あ、だったら今度のその週末もし時間あるんだったら、あのどこどこのどこでこうイベントがあるんだけど、なんかそこで、最初はそのアルバイトとして子供たちの縁日コーナーがあって、なんかスーパーボールすくいとか、なんか金魚すくいとか、そういったコーナーのそのアルバイトっていうのをやってみないかっていうところから、でそこ でそのバイト頭みたいなことさせてもらえて、でそこのディレクションとしてそこをあの切り盛りするのもお仕事全部教えてもらって、そこでやらせてもらって、そしたらそのイベントの司会をじゃあやってみんかって言って、自分がじゃあこのお客さんに対して皆さんみたいなっていうのをやってみるっていうのがあってっていうことで、その叩き上げでその師匠がやってることを全部教えてくれたんですよね。だから僕はそれが、まあ、めちゃくちゃあの、まあ、運が良かったなって思うんですけども、でじゃあ CM っていうのも、最初もう本当にあの15秒の CM1 本撮るのに、その師匠は 4,5 時間付き合ってくれたんですよ、うん、ずっとこうあの録音ブースでこういう風に読んでみてって言って、でやって違う、もっとこういう風にって、こうですか、いやそうじゃなくてもっとこんな感じでいけるかみたいなっていうのを、15秒のことを 4,5 時間かけてずっと教えてくれたんですね。でそれってその師匠は自分が喋ればそれ30分ぐらいで終わる仕事なんですよ。でいつもはそうやってやってるんですよ、一人で。だけど僕をちょっと育ててやろうって思ってくださったんですよね。で CM のナレーション読んでみるかって言って、ああぜひやりたいですって言って、なら分かったって言って録音ブースに連れてってもらって、で 4,5 時間かけてやったら、もう僕ももう声がガラガラになっちゃって、 4,5 時間結構こう叫ぶ系のなんか真相回転みたいな、みたいな、今度の土日はどこどこにお越しくださいみたいな、なんかそういう叫ぶ系のやつを 4,5 時間叫んでたから、もうガラガラになっちゃってで結局じゃあ今日はこの辺りでちょっとやめとくかって言って、 4,5 時間経って15秒の仕事が、まあその日はちょっとできなくて、また次の日にやって、まあ、そこで完成まで行ったんですけど、っていうその何の得にもならない、その師匠からしたら30分で終わることを僕のために1日割いてやってくれたっていうのが、まあ、僕はそのありがたさもあり嬉しさもあり、で僕はその師匠になんとか恩返しがしたいなってやっぱ思ったんですよね。もう全部手伝いたいし、もう代わりに僕がじゃあ司会をもう任せてもらっても、もう安心して、じゃあその師匠は師匠で別現場に行っても大丈夫っていう風にっていうことで、で CM なんかもじゃあ一発撮りで OK になるようにっていうことで、もうそこからもう本当にがむしゃらにもう叩き上げでずっとやってったんですけども、その時にその師匠はお芝居の役者がスタートだったので、その方もその人形浄瑠璃だけじゃなくて自分で役者もやってたので、なので役者畑からのそのスタートのその司会だったりナレーションだったりっていうののノウハウコツっていうのを教えてもらえたんですね。
で実はその司会やってる方とかナレーションやってる方っていうのは、アナウンサーとかそういったそっち側の、なんかボイストレーニングを受けたり、そういった養成事務所に行って正しいニュースの読み方とか、そういったそっち側を学んで、そこから CM を読んでたりとか司会やってたりする人もいるんですよ。例えば分かりやすいのは、結婚式の司会をやってる方っていうのは、そういったテレビ のアナウンサーさんが、そこの後にやるお仕事として結婚式の司会とか、あれはこう間違えないように正しくその場をこうやっていくっていうのが、その方のその、ま、アナウンサーさん流のそっち側の司会なんですけど、僕とかその師匠とかがやる司会っていうのは、とにかくお客さんをもう笑わせるぞとか楽しませるぞとかっていうそっち側だったんですよね。だから僕も相性が良くて、で CM のナレーションっていうのも、そこに15秒だけどその前後にドラマがあるっていう、じゃあその登場人物ってどんな生き方してるのとかっていう、役者だったら当たり前のことがそこに組み込めたんですよね。だから聞いててその深みがあるものっていうのを作り出すぞっていうのが、まあこれちょっと難しい話になっちゃうんですけど、そっち側の訓練をずっとやってて、でいい師匠に出会えて、でそこからもう本当に叩き上げで、だ最初はもう何回も怒られて何回も泣いて、もうできませんみたいなって言って、もう怒鳴られてっていうところからスタートしてずっとやっていきましたけど、本当にその師匠には、まあ、感謝ですよね。訓練してもらえたっていうことがもう感謝ですね。これあとまだ1時間2時間3時間ぐらい聞けそうな話ですね。すいません、もう話し出すと長くなっちゃってすいません。特別編でぜひ。特別編で。はい、千尋さん、この度はご出演ありがとうございました。ありがとうございます。いや、まだまだねお聞きしたいので、はい、次回もお願いしてよろしいでしょうか。お、いいんですか。はい。ぜひぜひ。なんかあれですね、今までいろんなゲストの方来られましたけど、多分一番答えてくださった気がしますね。なんかよろしくお願いします。嬉しいです。はい、お願いいたします。では皆さん、千尋さんのオンラインサロンアイズにご興味が湧いた方は、ぜひ Facebook でえのき千尋と検索してみてください。それではまた次回の放送もお楽しみに。